フーデックスジャパン2019へやってきました。今年も朝からたくさんの人でにぎわっています。美食女子アワードで金賞を受賞したオスミックトマトやオスミックトマトジュースをご紹介していきたいと思います。こちらがオスミックトマトです。まるでフルーツのような味わいが特徴。一粒ずつ糖度を測り、ランクを分けています。化学肥料を使わず、栄養素をたっぷり含んだ土が自然の美味しさを育てています。火を通すとさらに美味しさが増すので、調理にも向いています。そしてこちらがオスミックトマトジュースです。塩砂糖を一切使わず、オスミックトマトのみで作られたトマトジュースです。酸味や青臭さが少なく、トマトやトマトジュースが苦手な方にもおすすめです。こちらがオスミックディップです。オスミックトマトをじっくり煮詰め、旨味を凝縮しました。ディップやペーストとしての使用はもちろんですが、ちょい足し調味料としてお味噌汁やカレーなどにお使いいただくと、普段のお料理がさらに味わい深くなります。オスミックの商品がこんなに揃っています。それではオスミックトマトをいただいてみたいと思います。いただきます。本当に甘くて、初めてオスミックトマト食べる方はびっくりすると思います。おいしい。続いてはオスミックトマトジュースをいただきたいと思います。いただきます。もうとろっとろですね。それでは早速いただいてみたいと思います。濃厚で、お砂糖を使ってないのに甘いんですよ。皆さんもオスミックトマトをぜひお試しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。